ペトさん、フラペチーノさん、リンジー、そう、フライングゲットしちゃった、しちゃったフライング。怪獣2号さん、ニリュウさん、カルピーさん、あ、カルピーさん、さっきお昼の時にも来てくださったよね、ありがとう。キヨポンポン、ラックさん、ヒョウさん、オグちゃんさん、ザッキーさん、シンゴさん、チッハー、今日フライングした、レンタンさん、あの、あ、そうそう、体調ね、なんか今鼻水がすごくって、鼻水とちょっとだけ喉の痛みみたいな感じで、なんかあのね、鼻水っていうよりも花粉症と風邪を一気にめっちゃダメージ食らってて、鼻を噛みすぎて、何、あの顔がすっごくむくんじゃって、でなんか噛みすぎで顔中痛くなっちゃって、乾燥でマスクないとなんかヒリヒリしちゃって顔が痛くって、今日はね、みんなと一緒に作りたいものがあって、あと待って、テロップ変えとこう、工作配信、配信最後に大切な告知、ハート、今日はね、そう、あるものを作りたくって、ずっとみんなの配信にあって私の配信にないもの、なんでしょう、ずそれを作りたいの、今日は、今からみんなの配信にあって私の配信にないところ、ないもの。そう、風邪ひいてたの、今日じゃない、昨日、でも一日休んで元気になったから、もう今日は全然元気なんだけど、ちょっともうね、鼻水噛みすぎて乾燥で肌が痛すぎてマスクないとピリピリしちゃうの、ごめんね。そうみんなね、分かってるね、そう、背景の紙がね、私の配信だけないんですよ。 iPhone も綺麗なの作っとったやんか、で、おきちゃんもまいちゃんもちゃんとあるから、後ろに自分も作りたいなと思ってて、ずっとで、なかなかでも買いに行く時間がなくって、今日ちょっと時間があったので作りに行くための、作るための材料をね、揃えてきたので、もともとこのコルクボードはあって、まあこれちょっと、まあ、使い古しだからちょっと汚いんだけどまあいいやと思って、このコルクボードはあったんだけど、飾り付けとかが何もなかったから、その飾り付けを今日買いに大好きなダイソーに行ってきました。そう行ってきたんですよ。それでね、まあこの画用紙でしょ、まず、あ、でもちょっとサイズが違うことに今気づいた。まあ、どんまい。どうにかなるわ。この画用紙と、リボンも STU カラーの青と水色を用意してきました。私の好きなカラーでもあるからね、水色が。そしてあとね、このなんか可愛い感じのお花。お花、可愛くない？なんか、これちょっとつけてたらさ、上級者っぽく見えそうじゃないっていうので買ってきた。まああとなんかこれ飾り付けに使えたらいいなみたいなやつと、なんかこの紙パッチンのやつ、色画用紙、今桜の季節だからさ、なんか桜やろうかなって思ったんだけど、ピンクの色画用紙がないからちょっとこれはあんまり使い道がなさそうですね。とりあえず春っぽいので買ってみました。
あとはちゃんとボンドも買ってきて、そうなんかこういうの作るの好きなんよ私。あの上手じゃないよ、決して全くセンスも上手もないんだけど作るの好き。あと両面テープですね。ちょっと暖房切ります。暑いので暖房切ります。そしてなぜかキュウリが入ってますね。キュウリは今日の夜にキュウリ食べようと思って買ったキュウリがなぜか入ってますが、それはさておき作っていきたいと思います。イエーイ。そうダイソー大好き人間だからさ、めちゃくちゃちょっと時間かかっちゃった選ぶの。これね、まずこれを全体的に貼っていこうかな。何色にしよう、一番重要な色だからね、一番広いところに貼る色だから。でもこれ寒色系のやつを買ってきたの、だから寒色系の色しか入ってないからピンクとかはないの。だから何色にしようかな。あ、水色だな、やっぱり水色を貼りたいと思います。ここにいっぱいに。あ、でも水色って言っても単に水色なだけじゃなくていろんな色があるのですね。水色だけでも水色だけでもね、今見たらこんだけ種類があったの。どれにしようかな。まあでもザ・水色って感じはこれなんだよね。今後ろの看板作ってます。まあザ・水色って感じはこれだけど、この周りに貼る花とかの色合いも考えないといけないから、これ、あれ、花もう一個どこやったっけ。今私の周りは大荒れです。大荒れなんですが、まあそんなことは気にせずやっていきます。あら、花が一個なくなった。なんで、もう大荒れだからわけわかんない。どこやったっけ。ですね、はい、大ごとですね、はいはい、そうですね、あのそうですね、机の周りが汚いとこうなりますね。はいはい、びっくりしました。はい、まあ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 、まあ、そんなこともある。あらららら、はーい。はーい。あ、ちょっと焦ったわ、今の。あー、今のはちょっとさすがに私でも焦ったわ。あー、やばい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 。え、やばい？めっちゃ映った。一瞬でか。ちょっと触れないで、マジで。マジでね、お願い。ね、もうみんな触れないで、今日。ちょっとほんまに触れんとって。ちょっとみんなマジで触れんとって、何にもなかったことにして、マジで本当にやだ、もうもうやだ。もうやだ。え、待って、何が映ったんだろう、怖い。もうみんなマジで、もう本当にやめて。もう本当にやめて。いや、大荒れなの今私の周りが。そう、今日買ってきたものとかで
その大荒れのところが見えたらあれだったなと思って。ああもう慣れた、もう慣れたよ、あかりは。しかも本当に鼻一個どっか行っちゃったし、あったし、よっしゃ、もう気持ち切り替えていくで、気持ち切り替えていくけん、もういいけん、もうこっちの方がいいかな、こっちの色にしようかな。あ、こっちでも可愛いな。でもこれだと緑になっちゃうけどな。この色にしよう。切り替えます。そう、もう自分にさっき怒ってたもうしっかりせんと。この色にします。まずこの色を、この色を貼っていきたいと思います。こんな感じにね、まず貼っていきたいと思います。これはボンドじゃなくって両面テープで貼っていきます。そう、ちょっと私今花粉症と風邪で鼻かみすぎちゃって、あの肌がめっちゃ乾燥してヒリヒリして痛いんですよ。マスクしてないとちょっとね、あの肌が痛くってね、今日マスクでごめんね。昼はね大丈夫だったんだけど、ちょっとねこれを買いに外に出たらすごい花粉に触れちゃって。お薬飲んでるんだけどね、もう花粉の薬病院でもらってるんだけどね、なんかあんまり効いてるのかわかんない感じで。両面テープを貼っていきたいと思います。そう、鼻の下がめちゃくちゃ痛いの。両面テープを貼っていきます。正直裏なので見えないので、ちょっと雑に貼っても大丈夫かなっていう感じで、そういうスタンスでやっていきたいと思います。多少裏だから斜めになっても大丈夫っていう感じでやっていきます。雑です、大雑把の大型です。作るのは好きなんだけどね、私はなんて言ったって本当にね不器用極まりないからね。私はもう本当に不器用で、私のお姉ちゃんがすごく器用で、なんかママにすごくバカにされます。お姉ちゃんと私の差がすごすぎて、それは小さい頃からずっとなんですけどね。まあ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 、私には私の良さがあるけんということで、はい、両面テープ貼れました。貼っていきます。あー、やっぱりちょっとあんまりサイズを確認せずに買っちゃったらちょっとだけ余っちゃうことに気づきましたね。まあ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 、どうにかなるけん。今日はリボンも買っとるけん、こんな感じね、リボンも買っとるけん、リボンをまずこの周りの木の枠の部分にリボンを貼っていきたいんじゃけど、今日は青色と水色の2色を買ったけん、この2色を上手に使っていきたいと思います。なんか昔中学生だったか高校生だったか、夢かわいいに憧れて、夢かわいいに走ってた時期が昔あって、その時にこのリボン買って自分でリボン作ってなんか髪の毛に結んだりしてました。まあそんな時代もありましたね。今は真っ黒クロスケですけど、私服は。あ、かわいい。まあリボンもこんな感じでね、端っこにこうつけていきたいと思います。
どうしよう、どこを、あでも青にしたら閉まるっちゃ閉まるね。やっぱりどこを青にしようかな、どうしようかな。中に青のリボンを貼って、中にこの青のリボンを貼って、この余った茶色を隠すために、で木の枠で、木の枠にこの水色をつけていこうかなと思ってます。 BGM が欲しいね、おきちゃんの BGM が欲しいね。あら可愛いじゃないの。ちなみに逆にするとどうなんだろう。あ逆にしようかな。でも逆だとこの水色目立たないんだよな。もう一個は逆にしよう。そうね、外が濃い方がいいかもしれないって今気づいたことが、私はあれだ、ハサミがないんだ。ちょっとハサミ取ってきます。ちょっとまた事故りそうで怖い。ハサミがないんだけど、なんで？ちょっとハサミがないんだけど。ちょっと、あら？本当にハサミが出てこない。ちょっと待ってね、みんな。ハサミ買えばよかった。あらら。ハサミないと全然できんよ。どこ？ハサミ。ハサミ見当たらなかった、ショック。あ待って、もしかしたら、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。あやっぱないですね。ちょっとね、ハサミちゃんが行方不明なので、リボンが切れない。
定規で切れない、ガチリボンだからこれ。あらら、ハサミ買えばよかった、超ショックやわ。まさかこんなところでつまずくとは。計画性がないね。誰かハサミ持ってないかな。これしかない。あ、これで切れるかな。ちょっとやってみよう。絶対切れない。桜の形に穴が開くだけやん。あ、ダメやん、切れんわ全然。ショックがでかいわ。できんやん、もうできんやん。だってもうこれしかないもん。なえた、誰かハサミ貸して。あ、裁縫セットある、ナイス、すごい、ナイス。神じゃね、裁縫セットないって言ってくれた人、神じゃ。クリリンさん神じゃ、ありがとう。イエーイ。これ小学校の時に買った、なんかもう小学校の時にひたすら流行ってたピースマークのなんかまんじな、まんじな裁縫セットの中に入ってるかな。バッチシ。バッチシでございます、神。よっしゃ、続けるよ。それでこれをここまでで切って、今後ろの看板作りやってるんですよ。これを切りました。早速ここに貼っていく。水色を切りました。とりあえずここに両面テープを裏に貼り付けてやっていきたいと思います。あ、やばい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 、ちょっと難しいね、両面テープ貼るの。まっすぐ貼れない。よいしょ、 OKOKOK、 いい感じいい感じいい感じ、いい波乗ってんね、いい感じいい感じ。なんかもっといい貼り方があると思う方はちょっと教えていただきたい。ちょっとちょもっといい貼り方があると思う人は教えていただきたい。ちょっとあ、津波来てる、やっほー津波。ちょっと待って、マジでちょっといい貼り方ない、誰か。あ、わかった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 わ、オッケーオッケー、解決。こうやって先にここに貼って、その上からリボンを置けば完璧なんじゃねっていう感じでいきたいと思います。今コルクボードに、あ、コルクボードにやってみよう、言ってる方いらっしゃるね。今あれです、私の自己紹介ボードがずっとなくって、もうドラさんみんな作ってるから STU、私も作ろうと思って、そろそろ作りたかったので
今日材料買ってきました。まずね、一番下とりあえず突破しました。しっちゃかられちゃうじゃないね、ごめんなさい。手元はちょっとね、うつさなんかよくわからんけ、この手元と私の顔を映す技術がない、私に。はい、またこういう感じでどんどん頑張って貼っていきたいと思います。四隅に貼っていきたいと思います。あ、そう、今日あんちゃんあれやるって言ってたね、イコラブセンター試験。この間 AKB48 センター試験あったから、そんな感じでやるのかな。はい、いや、この先にコルクボードに両面テープを貼ってテープを貼るっていう案は本当に良かった。よかった、ありがとうって感じです。いい感じ、いい感じ、順調だよ、今はまだ。今日 HKT の埼玉スーパーアリアで、はぁ、そうですよ、ドラさんお披露目されましたね。なになに、自己紹介ボード自己紹介ボード作成中ってテロップにしよう。はい、わかりました。ちょっと待ってね、打ち直す。あ、間違えた。あ、このテロップ打ち直すのすごく苦手。自己紹介ボード作成配信、最後に大切な告知。 OK、 もう本当に鼻水が大義、鼻水やだ。オッケーオッケー、いい感じ、いい感じよ。みんな見て、もう3つできました。あとここやるだけで、とりあえず中の水色はおしまい。バッチリ。大義は方言でね、広島っていうか中国地方全般なんやと思うけど、大義は方言でちょっとめんどくさいみたいな意味ですね。博多弁で言うシャーシーとか、そういう感じですね。なんか iPhone がさ、岡山、沖もなんだけど、沖はあんまり岡山弁出ないって言ってて、本人もあんまり岡山弁出るイメージがないんだけど、妹みたいこんな感じ。 iPhone はね、割と岡山弁がすごく出るのだから、最近 iPhone の岡山弁が謎に映ってきちゃって、なんたらがんなんたらがんって言うんよ。ゆらちゃん今日の髪型かわいいがんみたいな感じで言ってきてくれるのね。そのがんが私でも映っちゃって、なんか辛いがんとか言っちゃった。はい、ということで、まずこのね、中の水色を埋める作業は無事成功しました。いい感じ、いい波乗ってんねって感じ。はい、でここを次、この木の枠のところにこの青のリボンを置いていきます。もうなんか眠たさと鼻水の辛さで、もう無理やりにでもテンションを上げていこう作戦。
これぞいわゆるから元気ってやつ。まあでもね、から元気でも元気な感じでね出しとけばね自然と元気になるからね。病は気からって言うじゃんってな感じで、今日はちょっとテンション無理やり高めのうるさめの配信になると思います。お付き合いください。よし、そう、なんかガンガンガンってめっちゃ言うの。岡山弁なんだって。私なんかなんたらしとるがとかなんたらがっていうのは岡山弁だって知ってたんだけど、なんたらガンっていうのは知らなくって、でもなんたらガンっていうんだって岡山の方は、っていう話を昨日おきちゃんとアイポンがしてて、そうなんやーって言って、一昨日かなこの話したの、一昨日か。よいしょ、オッケーオッケーオッケー。鼻水は鼻血出てる。サッキーさん、私ちょっとさっきサッキーさんのね、サッキーさんの配信ちらっと見てきました。なんかお母さんと喋りしてたのかな。本当に花粉がつらいで、ほんまにつらいがん、花粉がつらいがん、太鼓で遊ぶどん、モード選ぶどん。似てない？私太鼓の達人のこのモノマネもできるかもしれない。太鼓で遊ぶどん、モードを選ぶの。結構ね、口はこううるさく喋ってる割にはちょっといい感じにできてるんではないでしょうか。こんな感じで、こんな感じで周りも今青くやってます。カビゴンね、私知ってるよカビゴン。ボノロンも知ってるよ。綺麗やろ。モノマネスクールとかじゃないもん。モノマネは勝手にやってるだけだよ。いいじゃん、いいじゃん、いいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか。よき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 。今時の JK とか JD はよくいいねっていうこと、よきよき、かわよきよきって言うの。良きだねって。ぜひ使ってみてください。ニョキニョキはあれじゃろ、ムーミンのキャラクター。ムーミンのキャラクター、私ムーミンカフェにさ、福岡に住んでた時、福岡にあってムーミンカフェっていうところが、行ったことあるの。オムライス頼んだんだけど、それなんか かわいかった。なんかのムーミンの形のオムライスが出てきて、でも卵がちょっとね超絶薄かった。私ふわふわ卵が好きやけんちょっと悲しかった。ムーミンカフェね、福岡ね、懐かしいわ。小学校の時は福岡に住んどったけん、某有名なあのキャナルシティでございます。キャナルシティ、今はキャナルの中にあるのかわかんないけど、私が小学校の時はキャナルシティの中にムーミンカフェがあって。よき。お、はつみさんありがとうございます。
ST48 ドラフト研究生のゆらりんことゆらあかりです。あ、にょきにょきじゃなくてにょろにょろだ、そうだ、ムーミンのキャラクターの方はにょろにょろだ。はつみさんいっぱいいらっしゃる。カッティさんありがとうございます。なんかそう、広島弁と博多弁と、まあ、千葉にもちょっと住んでたんで少し標準語と、それから最近は iPhone のおかげで岡山弁と、あとなんか私の学校の友達とかの影響もあって島根弁のだけんも私よく使うんですよね。なんたらだけんって、もう私の方言はもうぐっちゃんぐっちゃんなの。まあほとんど広島弁だけどね。こっからよ、何を書こう。ゆらあかり ST48 研究生ゆらあかりって書けばいいのか。19歳っておしめんにしてください。私島根です。私島根のね、だけんがすごく可愛くて好きなんですよ。どうしよう、黒で書いてもいいんだけど、どうせなら、え、このリボンで描くのは無理がある、さすがに。無理があるかな、さすがに。ひらがなはね無理よな、さすがに。ローマ字をこれリボンで描くか。STU だけとりあえず作ろうかな。名前ドラさんも、じゃあペンで書いた方がいいか、あんまり無謀なことせずに。これがあるけん、これも可愛いけん使いたかったんよね。どこに使おうかって感じだけど、まず STU じゃない、そうね、STU って書こうか。あ、かわいい、かわいいわ。あ、かわいいわ。なんかこのレースつけたらかわいくない？なんかこのレースかわいくない？どこにつけようって感じだけど、はみ出ちゃうし、切ればいいのか。あ、切ればいいね。なかなか、私にしてはなかなか頑張ってるよ。レースいい感じよね。レイアウトの下書きしないの。いや、私下書きねあんましない人間なんだよね。もう一発勝負でいきます。多分ちょとりあえずこのレース可愛いからレース入って、うん、いい感じ、いい感じ。可愛いやん、可愛いやないですの。こう一人で喋りながらねやらなきゃいけないからね、ちょっとね手元もたまには集中して、おしゃべりにもたまには集中してやるよん。こんにちは。下書きしない、もういっかなるようになっちゃえってタイプの人間なので下書きはしません。両面テープ剥がすのって結構至難の技よね。もう今日で私のどんだけ大雑把なのかがみんなにバレちゃったね。本当に大雑把の大型ですって感じの性格なの。繊細ではないの、私は。心は繊細だけどガサツなのです。来たよん、ありがとう。
ワンタックでいくよ、もうフィーリングフィーリングフィーリングでいくよ。よし、オッケー。レース晴れました。片っぽもう片っぽのこっち側にもレースを貼りたいと思います。よし、本当にガサツ配信だわ。俺 B 型だから輸血して、え、O 型だもん、わかり。なんか血液型でさ性格判断とかってさあると思ってたけど、そういうのやるの日本だけらしいね。海外ではあんまりそういうのはないんだって。血液型が一緒だからって、そう同じような性格だとは限らないっていうのは海外の考えらしい。日本は割となんか A 型だからどうのこうのとか、 O 型だからどうこうのっていう方が多いけど、私も結構ね、あの占いとかたまにやる人間なんですよ。携帯とかで何月何日何月何日生まれみたいな、何型とかやって名前入れて、あなたの運勢はとかいうやつをねやるんですよ。でそんなんか占い信者ってわけでもないんだけど、たまになんか気分がちょっと落ち込んでる時とかに占いを見て、あ、頑張ろうみたいな、ちょっとラッキーアイテム身につけてみたり、そういうぐらいのレベルだけどね。占いめっちゃ当たる占いあったら行ってみたいな一度は。よっしゃ、できたー。とりあえずこれでいいんじゃない？名前書こうか。名前書こうか。黒のマジックあったかな？エイプリルフールっぽいこと言って。エイプリルフールっぽいこと。でももう午後じゃけん言っちゃいけんちゃろ。確かなんかエイプリルフルってあれじゃろ、午前中までしかいけんのんじゃろ。どうしよう、どっちのペンで書いたらいいと思う？でも水色で書いたらね見えない可能性はある。確かに言われたけどさっき。でもこのペンちょっと細いんよね。もういっか、これで太めに書けばいっか。ゆらだよ。今日誕生日の人って信じてもらえそういるよね。でも今日誕生日の人、私の友達にもいますよ。おめでとう言いました。黒でいっか。なんかもう今この2色しかね、2色展開になります。カラバリはこの2色になります。マッキーの水色とマッキーのマイペンになります。水色見えるかなっていうね心配があるんじゃけど、大丈夫かな水色で描いても。黒で描こうかな。やっぱりちょっともう下書きなしで描いちゃうよ。 STU48 ドラフト研究生ゆらあかりゆらりんって書いとこ。それでいい？サイリウムの色とかまだ全然全く決めてないんですけど、
水色が好きやけん。ドラフトはいるの、なんとなくなんかドラフト愛があるからドラフト入れようかなと思って。とりあえずもう書いちゃう。あ、水色を書いて黒で縁取った方がいいよ。 OK です。じゃあそうしますね。書きまーす。書くよ。いい？いい？書いて。書くよ。ドラさんイコール D さん。あーでもそれ分かりにくいかな。分からない方もいるかもしれないから、ドラフトって書こうかな。書きまーす。え、なんか意外と濃いからさ、これ多分縁取らなくてもいい気がする。この音嫌な方ごめんね。キュインキュイン言います。ちょっとこれ音嫌だよっていう方ごめんね。ごめんなさい。不快な方ごめんね。とりあえず STU48 かけました。あ、ちょっと48詰まっちゃったけど、まあそれもフィーリングということで、それもフィーリングということで、飾るところここ？ここかな？こんな感じ。どう？見える？見える？みんな見えてますか？あ、見えるって。いいね、ありがとうみんな、ラブ。とりあえず夜なんか大事なことだけ先に書くよね。夜明かりだけ書くね。あ、なんかもうあんまり書く場所なくなっちゃった。もうこれだけでいいか。ここに研究生って書いて、ドラフト研究生って書いて、これだけでいいか。見えない疑惑あるね。どう？はじめまして。見えない？見えないか。ちょっと太くしようか。じゃあじみちに太くしていきます。ちょっと太めの方がいいかもしれない。確かに見えない疑惑があるからね。よっしゃー、出たー。
で明かりって読むんですよ。あ、そっか、振り仮名振らないと私の字は読めないですね。確かに花粉症。そうだね、初美さんに私の名前を覚えていただけるように振り仮名を振りたいと思います。その前にね、文字を太くしてるから待ってね。結構太くしたよ。どう？見える？見える？見えるかも。よかったよかった。え、どこにさ読み仮名書こう。下？下しかもうでも書くとこないよね。ゆらあかり、水色で書くか黒で書くかどっちがいい？決めて。みんな名前の縁取り分かった。下に黒で、下に黒で、下に黒で、あ、ローマ字で書けばいい？わかった。ローマ字でじゃあ書くね。今日初見なのでよろしく。ありがとうございます。黒で、黒でローマ字でじゃあ書くよ。もうみんなの言う通りにするからね。みんなの言う通りに動くから、あかりは今はみんなに従おう。こういうのはセンスがないからね。みんなに聞くのが一番だから、一人でやるより三人集まれば文字の知恵だよ。三人以上集まってるからもう最高だよ今。もうなんともセンスのない文字の書き方。まあいいや。なんとなく見えればいいよ。え、ひらがなで書こうってきてるんやけど。もうローマ字で書いちゃった。もうローマ字で書いちゃった、ごめん。ごめんみんな、ローマ字で書いちゃった。
私の漢字って読みにくいよね、やっぱり。中村舞とかめっちゃ読みやすいもんね。沖優香も。最近ミカナとね、あの NMB のチーム B2 のミカナいるんですけど、山本ミカナ、山本ミカナも赤チームなんですけど、ドラフトで沖も赤チームなんですけど、沖のことを沖優子って言ってちょっとミカナと遊んでた LINE で。オッケー、できた。どうですか。よかった、読めるって。そう、ミカナもね、なかなか字難しいよね。ちょっとティッシュ、ティッシュ。いい感じ、やった、みんなが褒めてくれるけ頑張った意味があるわ。これであとはお花ちゃんをつけてあげて終わり。まず白色のお花を貼っていきます。めちゃくちゃ可愛いよね、このダイソーのシリーズ。ほんとね、有能ダイソー大好き。まあ貼っていきたいと思います。こんな感じで、まあこういうのはね、こういうのはフィーリングじゃけ、貼ってみたら大体ね、あ、いいやこれでってなると思う。まあそういった感じで、ちょっと茎のこの飛び出た部分は切ります。貼り付けにくくなるので、このボンドを使って貼っていきます。あ、やばい、危な危な、中身めっちゃ出てきた、危な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 、間一髪やわ今のは。よかった、こういうところで失敗するけんね、私危なかったわ今のは。もしこれは予想外。え、めっちゃマニキュアの匂いする、めっちゃマニキュアみたいな匂いがする。こういうところがね怖いよね、こういうところで失敗したくないよ。よいしょ、よーし、いい感じいい感じいい感じ。なんかめっちゃ、何この匂い、マニキュアじゃん。フィーリングでつけていくけん、わかったわかった、ここにつけてあげればいいのね。よし、オッケー、オッケーオッケー、いきまーす、ちょっ緊張。
こういうのたっぷり塗っときゃなんときゃなんときゃなるなるでしょう。たっぷりとね塗ればなんとかなるはずで。コメント見て、換気換気 OK、 換気します。はい、まだ開けました。これ部屋着じゃなくて、いつも着なんていうの、いつも着っていうの、なんか普段着。全体的にこの飛び出たやつをね切ってあげんとね、質感けんね、こういうのは。いた、パジャマじゃなかよ。ほんまや、窓開けたら花粉が入るわ。それは夜さらに眠れんくなるやつ。あ、花セレブ買ってないんよ。そう、花セレブ買いたかったんよね今日。でもとりあえずは安いやつでいいやと思って、もったいないけんさ、お金めっちゃ消費するけんさ、毎回花セレブ使ったらお金もったいないなと思って。でもほんまにね、ティッシュで鼻をかみすぎて肌が乾燥してめちゃくちゃ痛いんですよ、鼻の周りというか顔全体が。鼻セレブ欲しい。ゴアセレブの方めっちゃ言うやん。私が欲しいのは鼻セレブだよ。よし、できた。右側はできた。でもちょっとこれ多分ね、縦にしたら鼻取れる可能性があるっちゃね。こんな感じで今こっち側鼻つけた。こんな感じ、イエーイ。そして左上にはこっちの青色バージョンちゃんをつけてあげたいと思います。もうこのボンドマジ使い捨てだな。もう次は使えないわこれは。もう本当にね、安いティッシュで噛みすぎるおかげでね、本当にもう顔がバリバリに乾燥して、もう水で洗うのも辛いぐらい乾燥しちゃって、もう今クリームがないと死んじゃう生活です。本当に花粉症ってこんなに辛いんだね。私去年になったからさ、今までずっと花粉症の人だったか、本当に
もうなんか初めて気持ちが分かりますって去年思ったの。花粉症って辛いんだよ。花粉症ってこんなに辛いんだよってね。まだ花粉症発症してない方に言っといてあげたい。今のうちにね、楽しんだ方がいいよ春を。花粉症になるともう春楽しめなくなっちゃうから。ちょ、無言になっちゃう。ちょっと集中しちゃうわ。無言になっちゃう。ごめんなさい。もうね、2つのことが一気に同時にできない人間だから、こうなんか友達と電話しながらツムツムとかやってるとすぐにバレるの。ねえあかり、今ツムツムしてて私の話聞いてないでしょって言われちゃうの。あ、ごめんねみたいな。本当に2つのことが同時にね、できない人間だからね。よっしゃ、もうちょっと最後はやけくそになっちゃった感があるっちゃあるけど、まあいいんじゃないでしょうか。とりあえず完成でございます。イエーイ。どう？あ、落ちてきた。あ、乾いてないからね。ちょっととりあえずこれで乾かします。とりあえずこれで乾かします。とりあえずこれで乾かして、あとは出来上がりを待つのみです。イエイ。こんな感じ。ちょっと怖いからこれ以上斜めにできないけど、まあ割と不器用な私にしてはできたんじゃないでしょうか。不器用なりに頑張ったよ。ちょ、リボンとかつけちゃおうかな。こういういらんことする系ね、ダメなよね、私。なんかどんどんつけたくなっちゃう。リボンとかつけたいな、やっぱ。上手だわ。イエーイ。私にしては頑張ったんじゃないですかね。いつもの私にしては、まあ、ママとか お姉ちゃんがおったらやっぱ頼ってしまうけんね。今日は一人でやってみたけんよかったんかもしれん、逆に。まあ、ちょっとやっぱリボンはいらんかったかもしれん。リボンとかつけたらうるさいかな、さすがに。あ、でもかわいいな、リボンつけたら。
まあという感じで、これは、あ、はつみさんありがとうございます。っていう感じで、もうこれは乾くまでどうしようもできないので、とりあえず一旦乾かしたいと思います。これで今日の配信はもう多分これ乾かんけ無理じゃけ、明日の配信、明日の配信では、明日の配信で見せれたらいいかなって感じです。明日までに乾いとけばっていう感じです。よっしゃという感じで、こやつはおさらばで、ですね、ちょっともう今日は体調がちょっとまだ完全ではないので、お昼も配信したけん、このボード作りが終わったら告知をして、今日はちょっとね早めに切り上げたいと思います。今何時なんかちょっとよくわからないんですけど、そのうち医師になりたい、なんだそりゃ。告知をしたいと思います。今11時10分、ちょっとねごめんね、今日12時までちょっとできないけど、いいですか。ごめんね、ちょっと今日は早めに切り上げようかなと思っておる、思っておる、ゆら。いい？じゃあとりあえず告知を先に言いたいと思います。実はですね、4月9日からあの先日の STU48 の1周年記念のニコ生配信で発表された通り、4月9日からドラフト生がですね陸上公演に出演させてもらうことが決定しました。ですね、詳しい日程が先ほど送られてきたので、ちょっとそれを言っていいところまで言いたいと思います。ですね、4月9日から4月13日までの間ですね、神戸の公演に出演させてもらいます。イエーイ、嬉しいですね、本当に嬉しい限りでございます。そう、この9日、10日、11日、12日、13日の公演に出させてもらうんですけど、そのうちにもね、特に私が来てもらいたい日程が4月11日になります。なんでかとかはまあ何にも言えないんですけど、特に私ファンの方はゆららの方はよかったら4月11日に来てもらえたらなって思ってます。ね、もう遅いっていうね声もすごくあるんですけど、私もさっき本当にショールームをする数分前に、だから舞ちゃんとか告知してなかったと思うんだけど、4月11日の公演が、まあ、私が一番来てほしい公演かなっていう感じで、でも4月9日から13日毎日ドラフト生出演させてもらうので、よかったら皆さんドラさん推しの方はよかったらこの兵庫県のイベントにぜひ来てもらいたいと思っておりますといった感じで、まあなんとも言えないんですけど4月11日に来てほしいなみたいな感じです。はい、4月9日から13日でね、
STU48 ドラフト研究生も、初の公演に合流させていただきますので、私たちの公演デビューをもしねチケット持ってるよっていう方は温かく見守ってくださったら嬉しいです。いけない方もねたくさんいるとは思うんですけど、よかったら見に来てほしいなと思っております。配信とかあるのかな、どうなのかな、わからないんだけど、配信とかはあるのかな、全然ねわかんないんだけど、行きます行きます、見るよって、ありがとう、めっちゃ嬉しいわ。そう、私は皆様にねパフォーマンス早くお届けしたいなと思ってずっとやってきたので、こうやってね日程がどんどん決まっていき詳細も決まっていくのが本当に嬉しくてたまらないです。東海行きます。お、やったー、4月9日から13日ね、ドラフト生出るので皆さんぜひ遊びに来てください。あ、配信はないらしいですね、残念ながら。よかったね。まあさっき、本当にさっき配信が始まる数分前ぐらいにパッて連絡が来て、まあ、言っても大丈夫だよということだったので、ぜひこれは配信で皆さんに言わないとと思って、公園行けないで本当にもしもしよ。そうですよね、関東の方はもう遠征になっちゃいますからね、兵庫県、まあ一番でも関東からも近いあれではあるんですけど、まあ、瀬戸内7県なので STU はあんまりね東京の方とかに行くことがないので、関東の方はねちょっと申し訳ないんですけど、これはねぜひ皆さんにすぐにでもお知らせしたいなと思って、ショールーム配信の前にねちょっと言ってもいいよってことじゃったけん、皆様に言っておこうと思って、この告知をどうしてもみんなにねしたかったけん、皆様ぜひ来てください。ドラさん初公演、感じで、それからね握手会の日程とかも多分公式さんの方でどんどん出てきてると思うんですけど、公式の方もよければチェックしていただけると嬉しいです。そうです、初パフォーマンスです。そう、まあ、とりあえず9日から13日私たち兵庫県に行くということで、ちょっとそれもねそれ自身も楽しみなんですけど、そう瀬戸内巡りも多分公式さんの方に日程が上がってるはずなんですが、そうなんですよ。公演全編出るのとかまだ全く本当に私たちも無知な状態で、とりあえずこの日程だけは先ほど送ってもらったのでという感じなので、まだ私たちも何もわからない状態でやってるので、という感じなので皆さんぜひ兵庫県行かれるよっていう方はドラさんの方もねちょびっとだけ見ていただければ嬉しいと思います。メンバーさんの一期生さんのステージはもちろん、ちょびっとだけねドラさんのことも頭に入れといてくださって嬉しいなと思ってます。推しサイリウムの色はねまだ何にもね決めてないんですよね。そう、まあそういう具体的なのとかはあまり
4月の7日はね行かないんですよ。4月8日に幕張はねドラフト生として写真会参加するんですけど、7はね行かないの、申し訳ない。お買い物公演なんか別に、とりあえず私たちはなんかこの兵庫県の公演出させていただけるってことしかまだ分からなくって、そんな感じなので、まあね、これ以上はまだ私たちも本当に分からなくって、ファンの皆さんと同じぐらいの知識しか本当に入ってないので、情報量が。ということで今日の配信は、今日の配信はこの私の名前ボードと、名前ボード意外とうまくいったくない、私にしてはこの名前ボード作り配信と、公演についての嬉しい告知をさせてもらいました。ということでちょっとね、あ嬉しい、イヤリンが一歩一歩前進んでるのがとても嬉しいです。なんかそういうコメント本当にね嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです、私も大変よくできました、イラセンス。壁にどう飾るの、まだねそれ考えてなかったね、これどうやって飾るんじゃろうね、こんな重たいもんね、ほんとそれだよ、何にも考えてなかった。ということで今日はですね、本当にちょっと肌も痛くてねちょっとしんどいので、今日は12時までできなくて申し訳ないです。 STA になってくれてありがとうなんて、なんか嬉しい、本当にありがとうございます、嬉しいよ。そう、今私は安いポケットティッシュでママにねティッシュちょうだいって言ったらね、まさかのポケットティッシュを大量にくれて、このポケットティッシュをね使ってるんですよ今そう、鼻が詰まってね夜眠れないのが一番辛いの、風邪と花粉症で。そう、鼻を洗って、だからこのねクリーム、このクリーム本当に神なの、このクリームを塗ったらね痛みが全部飛ぶの。このイグニスっていうなんかあのこれオーガニックの化粧品のブランドなんですけど、超絶ね超絶いい香りがするの。まあでも人によってあんまり苦手な方もいるかもしれないんだけど、私この香りすごく好きで、しかも鼻に塗りたいから、私鼻が荒れてるから、この香りがいいことによってね余計に鼻通りも良くなってね、すごくこのクリーム今愛用してるんですよ。そうそう、これ化粧水とかも今これ使ってます。宣伝はいかないくなさい、本当にその通りですね。ということで今日はちょっといつもより早めに終わっちゃいます。ちょっと寂しいけど、ちょっとね最後までやりたい気持ちもすっごくねでかいんだけどね、ちょっとちょっと今日しんどい気持ちもまだあるので今日も寝ます。ごめんね、みんな12時までできなくて、いつも12時までやってるからちょっと悲しい気分です。壇上を読みたいと思います。その前にスペシャルギフト読みたいと思います。亀吉飯さん、タコありがとうございます。ハヤトさん、バラありがとうございます。ラウリさん、いいねありがとう。ユマポンはハートたくさんありがとう。ミシュランさんもハートたくさんありがとうございます。で、あ、さくらちゃん、さくらありがとう。そしてだるまもありがとうございます。ゆいちゃんとさくらちゃんありがとう。ゆてっちさん、ハートいっぱいありがとう。すなみさん、だるまありがとうございます。すなみさん、さくらありがとうございます。りんじ、だるまありがとうございます。
磯田さん、いいね、ありがとうございます。きよに桜、ありがとうございます。まさぽん、ハートたくさん、ありがとう。そしてフラペチューノさんも桜、ありがとうございます。ということで、壇上読みたいと思います。第13位、ヒロキングさん。おお、ヒロキングさん、ありがとうございます。お、ヒロキングさん、ありがとうございます。壇上嬉しい。今日もありがとう、大好きって。私も大好きだよ、ありがとう。そして12位、オグちゃん、あとゆららさん、オグちゃんいつもありがとう。お昼も来てくれてね、ありがとうございました。ありがとう、オグちゃん。そして第11位は、今日あったメリーポピンズ全よさん、ありがとう。いつもありがとう、よさん、ありがとうございます。うーちゃんさん、ありがとう。ロブ。そして第10位は、亀吉ハーンさん、あと追いつけ、追い越せ、キバリーヤ、あとお大事に。これ私に向けてかな、ありがとう。キバリーヤってどういう意味なんやろうな。追いつけ、追い越せ、キバリーヤ、あとお大事に。そうね、ありがとう、亀吉ハーンさん。そして第9位は、テト、あっとゆららさん。テトさん、いつもありがとう。ありがとう、テトさん。キバリーヤ、頑張ってって意味か、そういう意味なのか。そして第8位は、ギャラドンさん。ギャラドンさん、いつもありがとう。あ、なんかアイコン変わってる？ギャラドンさん、ありがとうございます。そして7位は、ヤマちゃんさん、ありがとう。いつもありがとう、ヤマちゃん。パンダくん、安定の、ありがとうございます。そして第6位は、ゆら、うーちゃん、あっとゆららさん、ありがとう。うーちゃん最近あんまりコメント来ないけど、見に来てくれてありがとう。いつも見てくれてるの知ってるよ、ありがとう。そして5位は、怪獣2号さん、いつもありがとう。怪獣2号さん、ありがとうございます。ありがとう、ガモ。そして第4位は、ゆまぽん、あっとゆららさん。ゆまぽん、ありがとう。いつもありがとう、ゆまぽん、ありがとう。そして第3位は、にんじん、あっとゆらきゅん、ありがとう。にんじん、にんじん、ありがにんじん。ゆまぽんさん、ゆらりんに早く会いたいって、ありがとう、嬉しいよ。そして第2位は、チップ&デールのハヤトさん。イエーイ、ハヤトさん、いつもありがとう。ハヤトさんも安定だわ、ありがとう、本当にいつも。そして第1位は、ダラララララララ、ほんまよ、今日最後まで見てくれてありがとう、ハヤトさん。そして第1位は、ダラララララララ、でん、ゆいちゃんとさくらちゃん。おー、1位じゃあ、ゆいちゃんとさくらちゃんが1位。ありがとう、いつもありがとう、はやとさん。私も大好きだよ、ありがとう。ゆいちゃん大好き、ありがとう。今日は皆さんお付き合いくださって、そう、お昼もね、おきちゃんとコラボ配信で2時間半もやったんですけど、夜もなんだかんだとね、長い時間お付き合いいただきありがとうございました。また明日配信すると思うけん、また明日はね、ちょっと早、夜じゃなくてね、ちょっと朝かな、夜もするかもしれんけど、とりあえずはもしかしたらちょっと夜 しんどいかもしれんけん、あの朝余裕があるけん、明日はレッスンがね、お昼からじゃけん、もしかしたらあの朝するかもしれないです。朝って言ってもそんなに早くはないと思うんじゃけど。ゆいころ、ありがとうね。耳鼻科行ってきたよ、今日も。薬を飲んで寝たいと思います。1週間目のコメントよろしくよって。
ありがとう。寂しかったよ、コメントなかったから。ありがとうございます。また予約入れると思うので、見た、よかったら見てください。今日もありがとうございました。ちょっと早めに終わっちゃって申し訳ないです。ごめんね。今日は少し薬を飲んでゆっくり眠りたいと思います。長い時間ありがとうございました。また明日ね、多分ね、明日朝は間に合わんかもしれんけど、明日か明後日には今日作ったね、この看板ちゃんも飾りたいと思ってるので、またこの看板ちゃんもの様子も楽しみに待っとってください。みんなありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。いい夢見てね。おやすみ。バイバイ。バイバイ。ブチができるよ。ブチができるよ。ブチができる。おやすみなさい。ブチ。